中村博さんは2歳9ヶ月の時、爆心地からおよそ2.2キロ地点で被爆しました。幸い、大きな怪我はなく当時の記憶もほとんどありませんが、被爆者として原爆の恐ろしさや平和の大切さを次の世代に語り継ぐ活動に取り組んでいます。 中村さんは、原爆のこの像のモデルで白血病で亡くなった佐々木貞子さんと同い年だといい、貞子さんがもし生きていたら、同じ中学校で机を並べていたかもしれない。そんな思いで語り部に取り組んでいると話しました。被爆者も語り部も高齢化し、戦争体験を次の世代にどう繋いでいくかが大きな課題で、 被爆者に残り時間は少ない。若さと時間のある次世代に平和のバトンを渡しますと呼びかけました。被爆体験の語りは明日と明後日も午後0時15分から行われます。